はい、こんにちは、田原です。今日は12月の5日ということで、毎週日曜日お届けしているウィークリー田原をお届けさせていただきます。今回はですね、福岡からお届けしています。まあそれは当たり前ってことでわかると思うんですけれども、ちょっと背景ね、今日はバーチャル背景にちょっと変えてみました。はい、ということで、僕はですね、1週間やってきたことの振り返りをですね、ちょっとすることによって、皆さんの何かビジネスだったりとか、人生のですね、プラスになればなというふうに思ってやっております。で、ですね、今回はですね、3つ大きな、ね、テーマとしてお届けするんですけれども、ちょっとその前にですね、1つ、お伝えしようと思うのが、今こう出てますけれども、今朝ですね、ちょっとまたキックボクシングに行ってきました。で、久しぶりにね、また行ってきまして、2週間ぶりくらいかな、結構なるんですけれども、久しぶりに行ってですね、いい汗流してきたということで、やっぱこう体動かすのっていいなというふうにね、改めて思います。24時間のジムもいいんですけど、やっぱ誰かとね、やるとか、なんかこう、何人かでやるとか、僕が行ってるところは4人でやるところなんですけれども、まあ、そんな風にね、なんか楽しくやっていく、体を動かすっていうものも、まあ、冬になってくるとなかなか体を動かさないんで、ぜひともね、皆さんもそういう健康とか体の面を気をつけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、まあこれは置いといてということで、今週のですね、やってきたことの中で、トピック3つあります。はい。で、1つ目は、初めてやってきたですね、キャッチコピー診断っていうものをやったので、ちょっとそれをお伝えします。で、2つ目は、クライアントさんのですね、Zoom セミナーに昨日ちょっと参加してきまして、それについてのちょっとシェア。で、3つ目が、年末ということで、年末感謝祭をちょっと考えてますので、ぜひともですね、ちょっとこれお伝えしようと思って、ご連絡させていただきます。はい、ということで、1つ目はですね、キャッチコピー診断です。で、まあ、これ、なぜをですね、僕はやったかというと、僕もですね、やっぱライティング講座だったりとか、いろんなですね、LP の添削だったりとかもいろいろやってるわけなんですけれども、いろいろとですね、数えたら、LP のデザインを今年どんぐらい関わったかなというふうに考えると60件くらい結構関わっててですね、それを考えた時に、その僕が見てきたりとか、まあ、デザインしている中でしている中だったりとか、コピーの添削、コピーの作成、いろんな部分をやっている中で、こういうことをね、なんかポイントとして伝えていくとすごくいいんじゃないかなだったりとか、結構一人でやっぱり自分のサービスで作っていくと視野がすごい狭くなっちゃうことがよくあるので、客観的なこの意見を取り入れることによってすごく良くなるっていうことってやっぱあるんですね。なので、これ何かやっぱりこの皆さんのビジネスの中でもなんか使えるんじゃないかなというか、ためになるんじゃないかなというふうに思ってちょっと募集しました。で、初めての募集だったんで、とりあえず先着6名ということでやったわけなんですけれども、なんとなんとということで、今回は開始2時間経たずに、先着6名なりましたということでね、皆さんありがとうございました。もう今ですね、すでに1人の方も、おとといですね、Zoom もやりまして、動画編集やってる方とかなんですけれども、ね、新しくまた来週の日曜日に電子書籍も出版ということで、それに合わせてのキャッチコピーだったりとか LP の作成をしていきたいということだったんで、まあ、いろんな話していてですね、やっぱためになりましたということで、すごくありがとうございましたというふうに言っていただいて本当に嬉しかったです。で、自分がやってきたことだったりとか、誰かのためになるっていうふうに思うとすごくやりがいがあるなというふうに改めて思って、今回ね、時間は90分制、まあ、60分から90分ということにしてたんですけれども、本当あっという間でした。で、僕自身もそうなんですけど、まあ、話すことによって、アイデアってめっちゃ出てきます。例えば、まあ、これでいこうと思ってるんですけどって言われたりとかすることも、あ、この方がいいんじゃないかなっていうふうに思うことってやっぱ結構あって、そういうことをですね、いろんな話をしていって、あ、じゃあこれやってみましょうとか、じゃあこれやってもらえませんかみたいな感じでの依頼いただいたりとかも、いろんなことがあってですね、またなんかいろんな話聞くのってやっぱ楽しいなっていうふうに思いました。で、来週も月曜日、明日は3件、ね。そして、火曜日は1件。で、その後にもう1件というふうに入ってるんですけど、明日はお昼、もうキャッチコピー診断だけで時間が取ってるっていう感じなんで、僕もね、頭をこうクリアにしながら、いろいろとですね、展開していければなというふうに思ってます。はい。ということで、まあ、先着6名はもうすぐ終わったんですけど、またですね、機会があれば、満足度がすごく高ければですね、ぜひともですね、また募集をね、どこかでまたしようかなというふうに思いますので、楽しみにしておいてください。なんか診断ってね、キャッチコピー診断っていうふうに聞くと、なんか怖いっていうふうなね、
なんかあのイメージ持たれてる方もいましたけど、全然大丈夫です。はい、今決まってない方とかでも、あのブラッシュアップですね、話すことによって出てくることとか生まれることって絶対あるので、そういう方もですね、ぜひとも、参加してみていただければなというふうに思います。はい、ということで、キャッチコピー診断もやってますよということが一つでございます。で、二つ目はですね、クライアントさんのズームセミナーに一昨日参加してきましたということで、昨日ですね参加してきましたということで、同時視聴が88人とか89人くらい結構いらっしゃってですね、やっぱすごくですね、僕もためになりました。まあ、内容もそうなんですけど、セミナーの進行状況とか進行の仕方、こういった部分もですね、すごく勉強になるなと思って、僕も先々週マーチャントクラブ福岡支部の、特別セミナーもしましたけれども、あ、こういうやっぱ作り方いいなとか、あ、こういうことを取り入れるといいんだなとか、そんなものをですね、たくさん吸収することができました。で、まあ、でもそこの中でそのセミナー進行状況もそうなんですけど、89人とか、まあ、90人近く集めるってすごくないですか。やっぱズームセミナーとかでセミナー始まってからダダダダダーって本当増えていって、80人超えとかっていうのはすごい。で、その人はあのハウスリスト、まあ、自分が持ってるメール読者さんに募集したらそんだけ集まるっていうことなんで、やっぱね、なんかすごいなと思って、やっぱその方のやっぱりその日々の情報発信もほぼほぼ毎日してますし、まあ、ためになることはすごくしてるので、まあ、そういう日々の信頼の積み重ねっていうのがすごくね、大事なんだなっていうふうに思いました。まあ、なので一つ一つですね、やっぱ情報発信ね、あの人によっては少ないっていう人も思う方もいらっしゃれば、ちょっと多すぎるっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないですけれども、受け取り方にとってもタイミングってやっぱそれぞれあります。で、1回オファーしたとしても、その時はタイミングじゃなかったとしても、2回目、3回目の時に、ね、2ヶ月後3ヶ月後の時とかでも、あ、じゃあそろそろやろうかなっていう人っています。はい、僕も実際に教材だったりとかも他の方のですね、販売やってて、あ、今タイミングじゃないなと思ったりとかした時に、3回目のオファーの時に僕購入したりとかもしましたっていうこともやっぱあったりするので、やっぱりオファーも1回したくだけで諦めるんじゃなくて、やっぱその人のタイミングとかもあるので、自分がやっぱ提供できることとかっていうものをしっかりと考えたりとかした上で、誰かのためになるってことを、すごくやっていくといいんじゃないかなというふうに僕自身も思ってます。はい、で、3つ目としてはですね、年末感謝祭ということで、今回ね、僕もあと先ほどもキャッチコピー診断とかもやりましたけれども、僕はやっぱり今やってきた内容とか、ここ1年でやってきたこととか、起業して3年経ちますけれども、そこの中で気づいたことだったりとか、そういったものをですね、シェアしていくちょっと場をね、設けたいなと思ってます。で、今回もあのキャッチコピー診断もそうだし、先ほどのライブセミナーの時もそうだったんですけど、やっぱりですね、新規集客の部分とか、売上アップとか、企画の作り方とか、いろいろありますが、一人でやっぱり考えていくと、やっぱり狭、あの一番最初も言いましたけど、視野狭くなってくるので、いろんな人からのやっぱアイデアとか話聞くことによって、あ、これいけるかも、みたいなことってあります。で、今回も僕、その企画で、年末感謝祭打ちますので、ぜひともね、楽しみにしておいてください。詳細は明日ですね、明日の朝8時にお届けします。はい、なのでですね、楽しみにしておいてください。今回ね、参加費無料で、ね、やろうかなというふうに思ってます。あの感謝祭なので、ね、ちょっとやろうと思ってます。で、一応日程だけ押さえておいてほしいなと思います。日程としてはですね、12月の10日、今週の金曜日の夜9時からの90分ですね。今週の金曜日ですね。10日の金曜日の夜とも、あとは来週の13日の月曜日の13時から、お昼ですね。お昼の13時から。この2つの枠をね、今回取ってます。お昼参加できる方、夜参加できる方いらっしゃると思いますので、それに合わせて皆さん、ね、やってください。お越しいただければと思ってます。はい。まあ内容としても同じというよりは、結構テーマは同じだけれども、話す内容結構変わっていくかもしれないので、あの皆さんでね、ちょっと作っていくような感じにしたいと思っています。で、ぜひともこのライブ中になんか質問コメントとか入れていただいたら、それについても答えていけるような、そんな内容にしていきますので、明日の8時ね、僕のメールと LINE の方でお届けしますので、楽しみにしておいてくださいということで、今日はね、その3つについてもお伝えさせていただきました。はい、では、ね、
いろいろとまた年末に対して、ね、年末にしてもあと4週間くらいということですけれども、まあ、最後の週はね、なかなかこう動けないという方もいらっしゃると思います。年末年始、特に書き入れ時っていう方もね、たくさんいらっしゃると思いますので、ぜひともぜひともいろんなね、企画のアイデア、ね、ちょっと変わる方、ちょっとのこのピースをがハマるね、パシッとハマるだけで、ビジネスだったりとかも大きく動き出していきますんで、そのヒントをぜひとも掴んでほしいなというふうに思います。では、今週のウィークリー YouTube は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。